プロンプトで遊ぶ GPT-4 との対話の7回目です。今回はディドローのオウムって話をしようと思います。ディドローのオウムっていうのは、あのー、ディドローがこんなことを言ってたらしいんですね。どんな質問にもすぐ答えるオウムがいれば、我々は躊躇なくそのオウムは知性を持ってるとか考えるだろう。マルチェチャット GPT みたいにな。 もんで,す、ね、でこれに対する一番あの要するにこれは要するに知性をどういうふうに我々は判定するのかって問題なんですけども一番有名なのはやっぱりあのチューリングテストってやつですねこれは1950年の,あの有名な論文なんですけどあの機械は考えることができるかっていう まあ,あ,のある意味、問いとしてはおそらく衝撃的な書き出しから始まる論文だったんですけれども、このチューリングはこの論文の中で、チューリングテストのシナリオとして4つほど想定問答をあのしています。4つといっても最初はごめん、それは私は無理そうだからって断ってるんで、実際はつあの3つなんですけれども、そのチューリングが辞退した。 あの問題注意みたい,いないや、その相対運動から外した問題を含めて4つを実はあの GPI 法を軽々とクリアするんですね。それちょっと実験してみましたのであの紹介します。最初のはこの The Force Bridge について。 おそうするとチャット GPT ちゃんと書いてくれるんですね。しかもちゃんと陰を踏んでるし。まあ見にくいんでこれ、あのー、テキストだけ抜き出しましたけれども。うん。詩を作れるんですね。 で2番目の問題、実は簡単で、あのー、3万4957と7万764足しなさいってです、ね、で、まあ、こんなの簡単ですよね。まあでも、これはちゃんと答えます。それから3番目は、チェスができますかって聞くと、チャット GPT、いろいろ、まあ、一通りできます。 まあ、だけどあのアルファゼロみたいな強くはないみたいな話をしてるんですけども答えてほんでですねチェーン・ィアスはこういう問題ですねこういうふうにあのチェスの駒があってでそしたらどう次の手をどうすればいいかってこれなんか座標が僕チェスのルールよく分かんなくて実はよく理解できてないんですけどもちゃんと座標あの普通のチェスの世界の あれとは違う、分かりやすい座標に変えて、で、この時に、この、こういうふうに手を振って、これもなんか僕にはうまく理解できなかったんですけど、ちゃんとチェックだって言ってて、で、チューリングの答えとも大体一致的には合ってるんで、うん、正しいんでしょうね。というふうに、あの、チューリングがあの1950年想定した機械がこんなことできれば、 我々は機械は知性を持っていると考えるだろうっていう問題をですね、実は GPT-4、まあ多分チャット GPT もできると思いますけど、あの簡単に解いちゃうんですよね。で、改めてそのチューリングがどういうことを考えたかということを理解したいと思いますけれども、約50年のうちには、まあ実際には70年近く経ってるんですけれども、普通の質問者が5分間質問した後で、 世界率が何パーセントを超えないようにコンピュータープロングラムすることができると私は信じてる。で、機械は考えることができるかという最初に挙げた問題が今では議論にも値しないほど無意味なものであることは私も認めよう。しかしそれにもかかわらず今世紀の終わりには言葉の使い方や世間一般の共有ある人たちの意見が大きく変化してついには矛盾していると考えることなく。 機械の思考について考えることができると、私は信じている、これはものすごい宅見ですね。当時、おそらく誰もそんな馬鹿げた。問題馬鹿げたことだっていうふうに思われている中でで、いずれあのコンピューター考える力を持つと。みんなが見つめるようになる。それはあの人々のあの意見が変わるんだっていうことを含めて。 予見してますこれはものすごくあの非常にあのこのフレーズは僕はとてもあの好きだというかやはりあの優れたあの洞察だったというふうに思います。ただ我々は注意しなきゃならないのは我々はもう以外が変わった世界に生まれているんで。 でこうした問いかけや心配自身が、あのなんでそんなことを感じてるんだ、も <laughs> う先に見たら、チャット GPT にいやあのかかれば、あのチューリングのあの想定問とも簡単に解かれちゃうような中なさ、ただ、それで当たり前のこと言ってたんだなというのは、ちょっと早いんじゃないかというふうに僕は感じています。 でまあまあ、ジュニアはそういう信念を、あのー、秘密にするのは嫌だ。で、ちゃんと述べようということで、この次のも非常に面白いことを言ってますね。科学者は証明されていない、いかなる予想の影響も決して受けることなく、はっきりと確立された事実から、はっきりと確立された事実へと、冷静に、冷厳に歩みを進めるという。 それは続権だっっててうんですね。それは誤っているそれれはは誤る。科学や科学の予想についての間違った見方だこれもかなりチューリングあの激しいことを言ってますね。さまざまな予想はそれが探求の有用な方向を示唆するゆえに非常に重要なものであるで非常にあの科学の予想に対してぶっ飛んだことを言っているんですよね。 でその続見っていうのは、まあ、ある意味あの我々の,あの科学に対する考え方を強く束縛しているのかもしれません。でそのこれは論文の冒頭ですね「I propose to consider the question can machine thinks」そこはずっと僕は覚えたんですその次に実は重要なことを言ってるんですね。 で、まずその言葉の意味、マシンや考えるって言葉の意味から始めるべきだと思うが、で、その定義っていうのは、あの、通常の、言葉の通常な使い方、可能な使い方、それを反映してる。で、しかし、そういうふうに考えるのは、あの、本当は危険なんだと。 だって、その今までの言葉、使われてないあの言葉の使われ方、新しい概念、新しい発見があれば、言葉の使い方自身が変化します。だから、今までそれがどう使われてきたかということを分析して、言葉の意味を考えるのは危険だ。で、次のフレーズも同じことを繰り返します。もしも、マシンやシンクの、のという言葉の意味が、 それらがあの常識的にはあのどういうふうに使われてきたのかをあのチェックあの検査することと考えるとでこの Can それは、まあ、結局その言葉の使い方の統計的な調査例えばギャロップで調べてもらえば言葉の意味がわかるのか。 でそれは馬鹿げてる。ここで「d ンジャ e スとか「アブサードっていうの結構強い言葉がいいっていこれは実はビトゲンシュタインへの皮肉だと僕は思います。でこれは言葉の意味を知ることはその用法を知ることだといったビトゲンシュタインまああとに見ますねファースイギリスだったらファースたちもそういう意味があったそれへの皮肉ですね。 すなわち、機械や考えるという言葉の通常の使い方をいくら調べたところで、機械は考えることができるかというという意味も答えも明らかになるわけではない。でそれともギャラップの世のら今だったら、今の,のエンベディングというか、前後の並びで出てくるかどうか調べりゃいいんだとなるかもしれないですが、それは爆弾やってる。 キュリは考えてるんですまあ現代風に言えば例えばキャンマシーンズの後ろにスロットがあってここにどんな子が入るかっていう問題ですね。でだけどこれは今だったらみんなシンクって考える人も多いと思いますが、1950年代の子どもの使用状況を見たらここにシンクが入ると考えるそういう使われ方は全くされてないはずですね。 でだから言葉の用法で言葉の意味を考えるっていうのはあのそういう意味ではあのこの場合には多分 c a n v スに n c ってスロット埋められない言葉の使い方があったということです。だからでこのチューリングテストを提案したんだっていう話をチューリングは冒頭でしています。まあ、先ほど出たビットネシナイトのファースこれはイスの,あの あの言語学者ですけれどもでそれは要するに言葉っていうのは言葉を知るのはそれと一緒に現れる仲間たちを知ること仲間を知ることでそのフィルスのアイディアっていうのは、うん、うんと同じようなコンテキストの下では同じ意味が使われるでこれを言語学的言語学校のコミュニティではあの 分散仮説という,ふうに言うんです。分散理論の一つの形なんですがこれは皮肉なことですね。チューリングの考える機会というのは今日実はその分散表現の基礎の上に成り立っているんですけども必ずしもでそれを原理的に言葉の意味はその言葉の用法だとか言葉の意味はその仲間たちに近いんだっていうことで。 彼はあの人工知能論を考え始めたわけじゃないんです。全くそれは馬鹿げていて危険だというふうに言ってるのには注目する必要があるというふうに思います。で,でそれに対して GPT はですねあの模範回答というか。 私は単に統計的なパターンマッチングを行っているだけであの意識や理解自発性を持っていませんとかで文脈に基づいた言葉の選択と生成のための確率なルールを学習してでいろんな文の連想を可能にしたとかで新しいアイデアを生み出したり自己の意思に基づいて行動を選択したりすることはできません。 私の行動はプログラムによって定められた指示に従った結果であり、それらは人間が提供する入力に対する反応にすぎません。で、これは、あの、うん、ちょっとあの模範回答すぎます。多分僕は前にも言いましたけれども、これは多分、あの、オープン AI の規制が入ってる、ってか検閲されてるんだと思う。こういう、そういう質問があったら、要するに、 あの確率的な語の出現順序に基づいて予想しているだけだというふうに答えろというふうに検閲されているからだと僕は思っています。まあ、これは僕の個人的な意見だけどこれはある種の模範的な回答です。だけどこれはあのチューリングが警告したみたいにあのそういう統計的な処理で言葉の意味を理解するというアプローチがそれで何でもできるわけじゃないよ。 っていうのに対しては皮肉な、あの、まあ、チューリングの問題をあっさり解いたマシンがこういうことを言うわけですね。まあ、皮肉なことをですね。だただ、これは、あの、人間の意見が反映されてるはずです。だから、それある種の科学は、ちゃんと仮説に基づいて、きちんと次のステップにも、あの、進むような確実なことしか言っちゃいけないというような科学観。 というのがまだあのまだじゃなくて強いですね曖昧なことやあの危険なことを言っちゃいけないっていうのがあの我々もそれからあのマシンも縛ってるというふうに考えた方が僕はいいというふうに思いますでこれから恐らくさまざまなあのあの人工知能の反対論でこれは当然出てくると思います で実は先ほどのチューリングの論文というのは非常に詳細にもともと機械なんか考えることができないんだっていうあの反対論をたくさん列挙してそれを一つずつあの論爆するというスタイルを取ってるの9つもあるんですよ。でこれはなかなか面白いしこれはあの多分あの役に立つと思います。最初のはあの神学的反対 要するに神が与えた言語の能力を機械ができるわけねえだろうってそういうのは神に対するあの人間以外にあの言葉を話すなんてのは神に対する冒涜だみたいな意見面白いのはその私はそんな面倒なことを聞けない考えたくもないだから私に聞かないでというようなそんなことはない方がいいに決まってるみたいなそういう。 ですね、あとはマスマティカル・オブジェクション数学的な反対これもいろんなバリエーションがあるんでこれも重要です本当はあきちんと取り上げたいところなんですが、ね、ペンローズがまああそのあのペンローズの人工批判論人工地方批判論って立派なもんでまあそれも基本的にはその数学的な反対論だっていますね。 でまあ、いろいろ意識だけだとか意識からの反応がいろいろあってそれぞれ面白いんですけれどもこれはいつか役に立つことがあるだろうというふうに思います。であとあの論文ですね他にもいろいろ重要なことが言って「ラーニングマシーン」っていう概念を出すんですねこれは今の あのマシンラーニングと似てますがちょっとあのパスペクティングが違うんですね。このチュム,ムスキーじな、ね、いやチュブリングがこの論文で述べているラーニングマシンっていうのは人間が生まれて教育を受けて。 でまたいろんな経験を積んで成長すると同じようにマシンも成長するんだって生まれたままの状態からあの変異が起きていろんな経験でそのある意味自然淘汰に似たようなものが起きてで機械の知能も進歩するというのがラーニングマシン。だから全然あのマシンラーニングとはちょっとパスペクティブも,もう射程も違うことを言ってます。あとこれでこれも有名な話なんですけれどもこの文の中で で彼は、あのー、あれですね、あのー、罰といード報酬モデル、教科学習はっきり意識してるんですよね。最初のマシンを教育するには、あのー、今でいう教科学習が一番有効だって、まあ、そういうのはとても先見的なビジョンを持っている、いたと僕は思っています。 まあこういうことも実はあの論文の中にはすでに含まれていてでまあそういう意味ではとても面白いまあ先ほどの僕ペンローズの,あの人工知能批判と並んでまあこのジョーリングでは別に批判じゃ批判の批判なんですけれどもそれは多分古いどっちも古いものなんですが。あの 知っいいいいいた方がいいだろうというとうに思いますでもう一つ僕一つ読み返してちょっと気になってあの気が付いたことが一つあってそれはあのまあ12テストを「イミテーションゲーム」とも呼ばれるんですけどもまあイミテーションゲームのもともとの形っていうのが男女2人のペアに質問者がテレ,テレタイプ越しに質問して2人の性別を当てるというものだったんですね。 でペアの一方をコンピューターに変えてどちらが人間でどちらがコンピューターかを当てさせるのがングテストですね。でも一方をコンピューターに変えるっていう想定はそのままにしてで機械が知的能力を持つ機械でそれが仮想であれ性別を当てるというゲームはありうるのかっていうのをちょっと。 考えてみたんですけれども、チューリングはそういうことを考えるわけはないというふうに思います。だから知的な能力とその性別っていうのを、チューリングはもうちょっといろんなことを感じていたし、考えていたんだと思いますけれども、まあそのイミ,リミテイミテーションゲームの原型がその性別アートゲームだっていうことから、いろいろちょっと考えることもあるのかなというふうに思いました。 えーとこのディドローの応募ってのは実は本当はあのデカルトの動物機械論だとかそれからチョムスキーの生成概念だとかまあさっき言ったアンペンローズの人工知能論批判だとかいろいろ述べたいことがあったんですがちょっと今月他のセミナーっていうかあのまあそれも あの数学的な能力を持つ知能人工知能ということで国庫のセミナーを始めたんで少しここの部分はちょっと痩せ細るかもしれませんまあこれはでもいつもあの別な機会にむしろそのあの認識の問題や哲学的な認識の問題としてあの取り上げて ることとはでできると思いますので別な機会に、まあ、今回のセミナーではだからあのタイトルにあるようにプロンプト。これは基本的にはあのプロンプトを通じて対話するってこと。で、対話を通じてあの GPT の能力を探る。僕はま最近もうほとんど毎日対話がとても楽しいですね。だけどやっぱり こいいつ規制が入っっててるなっていう、本心言わないし嘘も言うし、まあ、そこも楽しいんですけれども、えーとまあ、その辺をもう少しプロンプトレベルでプロンプトレベルは要するにあのテキストで彼に聞いて彼に答えさせるってやつを やっていいきたまあ本当は分散表現とその API レベルの利用の仕方みたいなのやつも多分関心がある方いらっしゃると思いますけれども今回はまあプロンプトレベルでプロンプトで何ができるかプロンプトで我々は GPT-4 との対話で何を知ることができるかって話を中心にやっていきたいというふうに思っています。